バンテリンドーム名古屋です。中日ドラゴンズ対横浜 DeNA ベイスターズ、このゲームの模様をお送りいたします。ドラゴンズの先発は右の梅津、対するベイスターズの先発は左の浜口、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなく試合開始となります。右の梅津マウンドに上がります。ベイスターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、トップバッターは桑原。背番号1、はい、第9球投げました。スライダー見送ってストライク。第2球投げた、外角低めいっぱいストライク。簡単に2ストライクと追い込んだ。投げた、三振、梅津ナイスピッチ。バッターは2番森。第9球投げた、ストレートはボール。第2球投げた、決まってストライク。少し迷ったか。投球は3球目、投げた内角、ストレートは外れてボール。次は4球目、投げました、打った、ヒット。森ナイスバッティングです。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。背番号、まずは一塁牽制、タッチはセーフ。第9球投げました、外れた、ボール。投げました、スライダーはストライク。一塁牽制、タッチセーフ。第3球を投げました、完全に外れた、ボール。第4球を投げました、打ちました、いい当たり、センター前クリーンヒット。センターからサードへ、佐野、いいバッティングを見せました。ドラゴンズ先制のピンチを迎えます。第9球低め外角ストライク。第2球投げた、ボール。第3球は膝元、直球は外れてボール。第4球は見送ってボール。さあ5球目、ストライク、投げた、空振り三振。先ほどのプレーです。バッターは5番宮崎。宮崎、背番号51。第9球投げた、ボール。まずは外角低め。さあ次の投球、ストレート決まってストライク。151キロのまっすぐ、投げた、打ちました、ファール。第4球を投げた、インコース低めいっぱい、見逃し三振。さあリプレイです。梅津、ワンアウト一塁二塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。ドラゴンズ立ち上がりを無得点に抑えています。2回の表、これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターは楠本。第9球投げました、ストライク、いきなり150キロ。第2球、ボール。第3球を投げました、低めボール球打った、ファールボール。第4球はボール。第5球投げました、ボール。さあ6球目、投げました、打った、ファール。さあ7球目、空振り三振、バッターアウト。最後は直球、力でねじ伏せました。では改めてバッターは7番外。外、背番号99。第9球ボール。第2球投げました、ストライク。第3球ボール。第4球を投げた、まっすぐ見送ってストライク。第5球投げた、アウトロー、ボール。第6球を投げた、打った、流し打ち、クリーンヒット。外、ナイスバッティングです。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。背番号39。第9球投げた、危ない球。第2球流し打ち、どうだ、切れていきます、ファール。第3球を投げた、決まった、ストライク。投球これから4球目、アウトコースいっぱい、見逃し三振。ピッチャー浜口。
第9投げました。初球空振り、いきなり152キロ。さあ次の投球決まってストライク。これで追い込みました。投げました、外角空振り三振。梅津ナイスピッチング。2回の表が終わって0対0です。ベイスターズ、この回は打順よく1番からの攻撃。先頭バッターは桑原。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。投げました、外れた、ボール。第3球を投げました、直球ストライク、インローへ。第4球を投げました、アウトコース低めいっぱい、ストライク。第5球投げた、見送ってボール。第6球を投げた、スライダー、空振り三振。三者連続三振になりました。リプレイをご覧ください。バッターは2番森。第1球投げた、1球目ストレート空振り。第2球打ちました、ファールボール。第3球スプリット、空振り三振。梅津見事なピッチングです。先ほどのプレーです。バッターは3番佐野。第1球投げた、見送ってストライク。いきなり152キロ。投げた、これは引っ掛けた、ボテボテのファーストゴロ。石岡そのままベースを踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。梅津上位打線を三者凡退に仕留めています。3回の表が終わって0対0です。3回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは桂。第1球投げました、チェンジアップはボール。まずはインコース低め。第2球投げました、打ったに当たりだ、センターバック、クリーンヒット、ボールはセカンドへ。ランナー2塁でストップ、2塁タッチはセーフ。バッターはピッチャー梅津。第1球投げました、ストレートはボール。第2球投げました、低め外れてボール。投げました、あーっとショーフライになった、掴みました、送りバント失敗。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。第1球初球スライダー空振り。第2球投げた、スライダーボール。投げた、ボール。投球これから4球目、ボール。インコース高め。投球これから5球目、打ちました。第6球を投げた、打った、ピッチャー返し、抜けた、センターバックホーム。岡林いいバッティングを見せました。ゲームは中盤戦に入ります。この回のトップバッターは牧。今日の第1打席はスイングアウト。初球打ってきた、センター交代、ダイレクトフェンスに当たった、センターからセカンドへ。牧ツーベースヒットを放ちました。右のバッターボックスは5番宮崎。これが2度目のバッターボックス。投げた、内角際どい球、ボール。投球これから2球目、ストライク。第3球を投げた、直球ストライク、アウトローへ。タイミング合いません。次は4球目、投げました、打った、痛烈な当たり、センター前クリーンヒット。中継バックホーム、間に合うかどうか。ベイスターズ1点返しました。宮崎タイムリー。さあこれでノーアウトランナー1塁。さあリプレイです。バッターは6番楠本。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。1球目ストライクからボール。第3球を投げました、外れた、ボール。投球これから4球目、あーっとショーフライになった、ファール。第5球投げました、低めボール球打った、高梨ボールを掴んだ、一塁はアウト。ドラゴンズ同点のピンチを迎えます。第1球投げました、決まってストライク、いきなり152キロ。第2球投げました、ボール。第3球を投げた、打ちました、いい当たり、ワンバウンドヒット。宮崎一気にホームへ。ドラゴンズ追いつかれました。2対2。外タイムリーツーベースヒット。ドラゴンズなおもピンチが続きます。
バッターは8番峯井。今日2度目のバッターボックス。直球見送ってストライク。いきなり150キロ。第2球スライダーはストライク。第3球を投げた。1球外した、ボール。次は4球目投げた、インコース引っ張った、これは左に切れていきます。投げた、内角低めいっぱい、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。バッターはピッチャー浜口。第1球初球空振り、いきなり153キロ。投球これから2球目、あっと引っ掛けた、当たり損ない。一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。4回の表が終わって2対2梅津とうとう打たれてしまいました。同点で迎える4回です。先ほどツーベースを放っている桂、チェンジアップ見送ってストライク。投球これから2球目、打ったんやたりだ、これはヒットになります。ボールはセカンドへ。桂いいバッティングを見せました。今日これで2打数の2安打。リプレイをご覧ください。バッターはピッチャー梅津。第1球初球見送ってストライク。第2球投げた、ボール、インコース低め投げました。3球目空振り、バッター追い込まれました。追い込んで第4球をボール。第5球投げました、打ちました、ファールボール。投げました、外角低めいっぱい、見逃し三振。先ほどのプレーです。4回までが終了しまして2対2、現在同点です。ベイスターズこの回1番からの好打順になります。右バッターボックスはトップバッターの桑原。ここまで2打席連続三振。投げました、2球目ストライク。第3球を投げました、見送ってストライク。追い込んでいます。追い込んでから第4球を投げた、インコース低め、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。1球目ストレート空振り、いきなり151キロ。1球目空振りから投げた、ボール。第3球を投げた、直球空振り、ワンボールツーストライク。追い込んでいます。打ちました、阿部バックしていった、ライト前ヒット。森ナイスバッティングです。さあワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。バッターは3番佐野。第1球投げた、初球打った、ショートゴロ、ゲッツーになるか。セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。5回の表が終わって2対2同点です。ゲームは後半に入ります。トップバッターはマーキー。第1球投げた、初球はストライク、いきなり150キロ。投げました、ボール。第3球は決まってストライク。第4球はアウトコース低め、外れてボール。次は5球目153キロ直球、空振り三振。右バッターボックスには宮崎、今日3打席目投げました、変化球ストライク、アウトローへ。第2球ストレートはボール。投球はこれから3球目アウトロー空振り、タイミング合いません。第4球を投げました、打ちました、阿部取った、セカンドから一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは6番楠本。今日は三振とサードゴロ。投げました、打ちました、ファールボール。第2球投げました、
流し打ち、高橋交代、ヒット、バッターランナー一塁蹴って二塁も狙う、楠本ツーベース、ドラゴンズピンチを迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。今日2本のヒットを放っている外、大きな声援が届いています。投げた、打った、ファール。第2球、2球目ストライク。第3球を投げた、おっとこれ当たった。デッドボールの際に怪我を負ったようで現在治療中とのことです。今ベンチから出てきました。プレーに戻っていきます。ドラゴンズピッチャーを交代します。梅津降板、マウンドに上がったのはロドリゲス。一打負け越しのピンチで登板です。ベイスターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。バッターは8番峰井。ここまで2三振といいところがありません。初球から打ってった、ファーストの右、アウト。石岡そのままベースを踏んで3アウト。リプレイをご覧ください。ドラゴンズこの回2アウト1塁2塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。6回の表が終わって2対2です。浜口降板、右の伊勢、一打負け越しのピンチで登板です。ドラゴンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。投げた、ボール。まずはアウトコース高め。第2球、投げた、完全に外れた、ボール。第3球を投げた、打った、痛烈な当たり、ワンバウンドヒットになった。ドラゴンズ1点リードを奪いました。その間に一塁ランナーはホームへ向かう。ドラゴンズ2点入りました。4対2。勝ち越しの場面映像でご覧いただきましょう。ピンチヒッターは強打。第1球、インロー際どい球、ボール。第2球、投げました、ストレート見送ってストライク。第3球は打ちました、森下がった、ヒット、センターバックホーム、強打、いいバッティングを見せ、ドラゴンズピッチャー交代です。ロドリゲス降板、右の森、今日3番手としてマウンドに上がります。ベイスターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。ベイスターズ追う展開で迎える7回です。バッターは太田。第1球、危ない球。第2球、投げました、見送ってストライク。投球は3球目、投げました、ナックルカーブ、空振り、追い込んでいます。追い込んで第4球を、インロー、ボール。投球これから5球目、打ちました、ボテボテのセカンドゴロ。一塁送球、ヘッドスライディング、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。打順はトップに帰って桑原、ここまで3打席連続三振。第2球、投げました、2球目ストライク、投げました、ストライク。第4球はストレートはボール、内角低め。第5球、投げた、見送ってボール。第6球を投げた、打ちました、引っ掛けた、高橋取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番森。第1球、初球決まってストライク、いきなり151キロ、投げた、外のボール球打った、掴んで、これで3アウトになります。森この回きっちりと3人で抑えています。7回の表が終わって4対2です。ドラゴンズダメ押しのチャンスを迎えました。2アウトランナー2塁という場面で桂、今日は3安打猛打賞。投球これから2球目、インローの直球はボール。投球はこれから3球目、引っ張った、クリーンヒット、石岡三塁回った、ドラゴンズさらに1点追加、7対2。バッターは9番強打、これが2度目のバッターボックス。第1球、ボール。第2球、投げた、あーっとキャッチャー取れない。峰井今拾った、三塁送球、タッチはセーフ。
2アウトランナー3塁に変え、ドラゴンズピッチャーを変えてきました。森降板。ここでマウンドに上がったのは谷本。今日4番手としてマウンドに上がります。期待しましょう。注目の投球です。ベイスターズ、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番佐野。第2球、変化球ストライク、アウトコースへ。投球は3球目、投げた、1球外してボール。第4球を投げました、ボール、インローへ。さあ投球は5球目、打った、ショートバウンド、ボールを取った。強打、うまくさばいています。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番マーキー。今日はここまで3打数1安打2三振。初球空振り、初球空振りから打ちました、1、2塁間へ。阿部ボールを取る、アウト、これで2アウト、ランナーありません。右のバッターボックスは5番宮崎。宮崎第1球投げました、ボール。第2球インコース引っ張った、三塁線、鋭く切れていきました、ファールです。第4球を投げました、外れた、ボール。第5球投げました、打ちました、センターへ飛んだ、センター前ヒット、宮崎ナイスバッティングです。代打は柴田健次郎に代わりまして、バッター柴田、背番号31。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ。第1球投げました、初球見送ってストライク。まずは決めてきました、投げた、打った、引っ張った、右へ切れた、ファール。第3球を投げた、打ちました、いい当たり、センター前クリーンヒット。柴田いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。第1球初球空振り。第2球投げた、まっすぐ見送ってストライク、軽く追い込んでまいりました。第3球を投げた、一つ外した、ボール。さあ4球目、ボール。第5球投げた、フォーク、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。8回の表が終わって7対2、ドラゴンズ5点リードは変わりません。いよいよ最終回を迎えました。先頭バッターは峰井。第9投げました、打ちました、初球強打、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。ライト太田。第9投げました、初球空振り。第2球アウトコース低め、ストライク。第3球を投げました、149キロ直球、空振り三振、谷本見事なピッチングです。投げました、初球はストライク、まずは入れてきました、投げました、カーバーストライク。さあ次が最後の投球になるか、投げた、フォークボール、見逃し三振、谷本見事なピッチングです。ドラゴンズ圧勝です。ドラゴンズが勝ちました。勝利投手ロドリゲス、敗戦投手浜口でした。ビクトリー。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。